しみたい。Abroad in the state of Oregon in the USA. 私が16歳の時、アメリカのオレゴン州で留学していました。素晴らしい。これ本当素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。ポケトークは、インターネットに接続して翻訳することで、常に最適かつ最新の翻訳エンジンから高い翻訳精度で翻訳結果を返しています。さらに74言語に対応しているというのも他の翻訳機ではないポケトークの特徴と言えると思います。皆さん、失礼しました。ありがとうございます。さあ、ここで実際に海外の方とコミュニケーションが取れるのか実験してみましょう。題して、世界とポケトークチャレンジ。一緒に手伝っていただくのは、アメリカのトニーさん、サウジアラビアのアジズさん、ノルウェーのマリアさん。プレッシャーが、確かにちょっと不安感が。要するに出ました。さあ、それでは、イクイナさん。はい、そうでしょう。まずはイクイナさんとサウジアラビアのアジズさんでポケトークチャレンジ。日本の建物で好きなものは何ですか？Sushi al-bayt.私は卵寿司を好む。日本語とアラビア語、しっかりと会話が成立しました。続いては長谷川さんとアメリカ人のトニーさん。私は自分の別荘を持っているので、ぜひ一度お越しください。To visit a villa with you. 私はあなたと別荘を訪問したいと思います。完璧だ。簡単にテンポよく精度よく翻訳されました。ノルウェー語はどうでしょうか？相手の言語のボタンを押していただくと、はい、マイクのアイコンが出てきますので左上に、はい、それを押していただいて、ノルウェー語。そう、実は74言語を音声で検索することができるんです。自然に触れることができるおすすめの場所はありますか？私もね、ポケトークで言葉の壁を乗り越えて、この楽しい会話をしていきたいと思います。はい、海外旅行中、急な言葉の壁が不安。言葉が通じない国へはなかなか旅行ができない。難しい電子機器は苦手。そこで言葉の壁のストレスを取り除く簡単操作、スピード翻訳の夢のような通訳機、ソースネクストポケトーク。ワンタッチで起動、音声検索ボタンを押して音声で言語を選択。あとは話しかけるだけ。しかもこんな長文まで。今日はお会いできて嬉しいです。近くのレストランを予約していますので、会いましょう。厳重な設定は必要なし。簡単3ステップですぐ使用できます。これ1台で世界74言語双方向の翻訳が可能。グローバル通信機能を搭載しており、世界105の国と地域で自動でインターネットに接続しすぐに使えます。 Wi-Fi 接続ができない場所でもつながるので安心です。さらに翻訳履歴を1万件も保存。よく使う言葉はタップするだけで翻訳できたり、過去の会話の履歴を見るのにも便利。
大音量スピーカー搭載で、人が見てもクリアな音声で聞き取りやすいんです。文字の大きさも実際に調節、4段階で見やすい文字に。いろいろな国の人と話したり、いろいろな言葉を勉強し、仕事で使える翻訳機が欲しい。